前回の勇気の授業に参加してもらって、すごくいいなと思って水野さんとお話しさせてもらったところ、今回勇気の授業を3月25日に4回目に受けてもらうことになりました。まだ人前でこうやってお話しする機会が今までなかったので、少しちゃんと話せるかなと、今はまだちょっと緊張してるんですけど、当日までにしっかりまとめて、これから皆さんにこうお話しするような機会を作ってもらうような機会をちょっと作ってもらうように、しっかり勉強する機会を作ってもらいたかったんで、ちょっと笑っちゃってごめんなさい。なのでしっかりちょっと頑張って話ができるように、皆さんに伝わるように勉強してきますので、ちょっとうまく伝わるかわからないんですけど、一生懸命頑張りたいと思うので、よかったら皆さんぜひ3月25日の勇気の授業にお越しください。よろしくお願いします。勝つのが最低条件だったんですけど、勝ち方には納得いけなくて、今後東洋とか世界とか狙っていくってなったら、もっとプレッシャーかかってくると思うし、おおみたいな。応援してくれた人にとりあえずお礼を言いたい。ジュースとかじゃないんですけど、ご飯食べたいとかじゃない、いやもうちょっとお礼言いたいみたいな。日本女子バンタム級チャンピオンの吉田美桜です。あ、もう一回いいですか。